で今日はですね、前回この高渕総一郎氏のですね、あの秘宝超能力扇動入門、ここからエッセンスの部分だけを取り出して、あのこの本に書かれてない内容のことも、まあ、付け加えてあの説明をしました。で今回これを前提にしてですね、同じく高藤氏のですね、扇動錬金術防虫の法というね、あのこれはね、あの名著だと思います。あの大変あの独創的で、おそらくこのレベルの本というのは多分あの世界でも出てないと思うんですね。でこの本の中からですね、今回もエッセンスの部分を取り出して、ちょっとあの詳しくやりますので、あの今回と次回の2回に分けて、この本の内容をあの扱いたいと思っています。はい、防虫術はその接触形態から対抗と進行に分かれるということですね。で実はですね、錬金術っていうのを以前この本から説明をしたわけですね。この本の一番最後のところにね、こんなことが書いてあるんです。この本の最後にはですね、3つの方法が書いてあるんですね。それは湿った道、乾いた道、それから電光法って書いてあるんですね。これは何だっていうことなんですが、実はですね、錬金術ではこの対抗法、これが湿った道なわけですね。それから進行法、これが乾いた道で、もう一つですね、電光法というのがあると書いてあるんですね。でこれは何かって言ったら、実はちょっとごちゃごちゃで混ざっちゃうんですけど、これはですね、クンダリニヨーガのことなんですね。で、まあまり進めません、あの、あのクンダリニヨーガに関して言うとね。で、まあ、対抗法とか進行法というのはあの夫婦の間で使えますし、夫婦の愛情を深めていくというような意味合いでも大変有効なものなので、これはまあ説明する価値があるということで、まあ、これから説明していきたいと思います。ここのところから、ね、見てみましょう。高額新人表術という本が利害特質を記していると。で進行法および対抗法のですね、利害 特質を示していて、相手の体を損ねることはないんだけれども、相手の気は奪ってしまうと。で己のみ、すなわち、まあ、通常男性ですね、男性のみが気を得て利益を得てしまうと。ただあの奪うけれども体までは損ねないと、病気にまではならない女性がというね、これが、まあ、上場法だと書いてあります。でこれがあの進行法です。ところがですね、対抗法、はい、対抗法、防虫術と魚状再生、中上法、ね、さらに対抗法の場合はあの先ほどの進行よりさらに落ちてしまって、たまたま相手を損ねることがあっても自分は接した分の利益を得る、これがあの防虫術ですね、の方です。競技の防虫術の方はここに書いてあるように、たまたま相手を損ねることがあると。だから女性は必ず気を奪い取られてしまいます、ね、で運が良ければ女性は病気にならないって言ってるんです。ところがあのたまたま病気になることだってあるよ、これが競技の防虫術だ。これはあの逆もあります。あの女船とかですね、船女あるいは船女と言われる女性の方が船頭の防虫術を得得していて、男性から気を奪うということもあるし、逆に男性からは気を非常に奪いやすいです。男性の場合は射精をした時っていうのはもう、まあ、完全に虚になってますから一気に奪い取れますね。でそういう意味で言うと女性の方が術を得得していたら簡単に奪い取れるということになるので、男性はものすごく体を損ねてしまいます。もう疲れ果ててしまうわけですね。多分あの防虫術を実際に実践して、あるいはあのそれを完成させたっていう人たちのレベルっていうのを見ててもですね、ものすごく低くて、あの彼らがですね、防虫術を実際にはですね、全体を知らないんですね。ですからそこに書かれている文献に書かれていることも半分以下しか書かれていないし、あのきちんと理解できていない。でそういうことがあって、あのこんな評価になっているんです。あの本物の防虫術ね、あのそれを知ってるのは多分僕だけです。そのぐらいあの地球上で、まあ、要するに文献として残っているレベルでの防虫術として書かれているものは半分以下のことしか書かれていないんです。で本物の防虫術っていうね、あの完成形を知ってる人からするとですね、あのこんなことはありません。あの男女ともに利益を得ます。で相手の体を損ねるということもありません。で相手の女性の気を奪うということもありません。
お互いに気を補い合って、お互いが霊的に進化します。